今日もですね、YouTube の読書さんよりご質問いただいております。この方はですね、スキーヤーの方でダイナスターの142センチの板で R9 の板を使用中です。釣りに購入するとしたらおすすめの板はどういったものがありますか。この方はなんか他の板も履いたことがないので、こう選び方が分かりませんっていうことをおっしゃられてますので、そのあたりの考え方について教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。ごめんなさい、ちょっと訂正しますが、ダイナスターと今言いません、ディナスターと言います。はい、あ、すいません、失礼しました。ディナスターの R9、はい、ちょっとね、僕ね、最近扱ってないので分かってないんですが、はい、その板が、まあ、ちょっと一回調べてみてですね、はい、またそれは何かの時に答えていこうかなと思いますけど、はい、まあ、一番分かりやすいのがその サイドカーブとそのラディウスっていうんですけど、はい、サイドカーブがどんな感じなのかって、はい、でそれがどういう時に使われる、まあ、例えば小回りなのか中回転なのか大回りなのか、もしくはレースなのか、はい、コブなのかっていうところが分かれば、はい、次何をしたいかっていうことを考えられて、はい、それに向かっていく板はセレクトできると思うんですよね。うんうんうん、だからディナスターに限らず、はい、まあ、ディナスターでがどうしても好きだということであれば、ディナスターの中で、はい、どういったものがいいかなってことはチョイスできると思います。うんうんうん、それはこういったYouTube の方だけじゃなくて、はい、個別にこうご連絡メールとかでいただいても、はい、まあ、この間からずっとやってるんですけど、お客様に、はい、まあ、どこで買おうってことじゃなくて、はい、まあ、次買おうとしたら、例えば私はこういうことをやりたいです、例えば検定を受けたいです、うん、1級取りたいですとか、はい、いろんな方々のために、はい、まあ、これがその方向だったら これがいいんじゃないですかってことを、まあ、2,3 種類ぐらい出してあげて、はいはい、お話ししたりとかしてます。まあ、長さまで、うん、なるほど。それは例えば体重とか、そもそも脚力のレベル、はいはい、ということ、あと方向性、うんうんうん、ということを加味した上で、はい、こうお返ししているっていう状態があります。うん、なるほど。はい、なので、まあ、とりあえずはそのディナスターはどんなタイプの板なのかってことちょっと私も分かってないので、はい、それが分かれば、次何がやりたいかってことが分かって、その人のあなたの体重とか、はい、その大体のレベルが分かれば、うんうん、次こんなのがいいんじゃないですかってことが言えます。なるほど、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますので、よろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。